日本におきまして、現在首相が、多少不安になっているように見えますが、それは現下世界の情勢は武器を取ると取らざるとに変わらず、いずれも戦争の渦中にあり、一方においては世界の新秩序を建設せんとする国家軍と、一方においてはそれを阻止妨害をせんとする国家軍とが対立構想をいたしたのであります。したがってシナ事変もまた必然的に世界戦争の一環を形成し、この事変の起草はすなわち東亜民族の攻防の起点となるのでありまして、自主的にこの事変を解決すべき任務を持っている公国の責務は誠に重大であります。したがってこの派遣軍将兵もまたその責務の重大を痛感をいたしとる次第であります。上今日头条，观看更多探影局档案。